こんにちは今日は潜在意識にアクセスしてパワーあふれる真の自分を全面的に出していく方法をお伝えしますこれはパート2ですので、えー、他のものもぜひご覧くださいサカソでは潜在意識の書き換え方法などをお伝えしてますので、えー、まだチャンネル登録されてない方はぜひよろしくお願いします えー、パート1でお伝えしましたように、えー、毎日のの生活の95が潜在意識による行動です。例えば食べ物を消化したり歩いたり物が飛んできたら避けたりするのも全て潜在意識によるものですでもそのほぼ自動的に働いてくれる潜在意識が、えー、目標の妨げになっているという場合があるんです。 例えば大切な時にすごく緊張してしまっていつも失敗してしまうとかいうのがその例ですじゃあどうやって潜在意識にアクセスして自分を変えることができるのか実はあの方法は簡単なんですパート1ではあの笑顔についてお伝えしましまた、えー、私もあの効果をすごく感じてて笑顔をいつもやってます そして2つ目の方法それは胸を張るストレスが溜まってたり心配事があったり自信をなくしたりしてる時っていうのは背中が丸くなります潜在意識と体っていうのはつながってますから潜在意識が体にそういう体制をさせてしまうだからそれを逆にとって自信に満ちた元気いっぱいの体制を作ります。 そうすると潜在意識が刺激されてあれこれは地震に満ちた時の体勢だそして脳にもそれが伝わって脳から地震がもっと湧くように信号が流れ出すでそう体勢この体勢ですよね姿勢胸を張るっていう姿勢をするだけで潜在意識にアクセスできてで地震がどんどん湧いてくるそういうことなんです。 ではちょょっっとやってみましょう背筋をまっすぐ伸ばして尾蹄骨の方からギュッと背骨をまっすぐするのを意識してで肩をちょっと後ろにやって胸を張る、ね、ギュッと高く背を高くなるように意識してこれをやると私はいつも「 ちょっとこうなんかリラックス感体の力が抜けてリラックス感を感じてで、今までなんかちょっとあどうしようかなあって思って心配事とかがあったことも。まあいっかなんとかなるかという気にさせられるんですね。<laughs> 皆さんどうでしょうか？もう一度やってみましょう。背筋をぴゅんと伸ばして胸を張って。 どうでしょうかリラックス感。まあ、いっか感感じられたでしょうかえもし感じられたらおめでとうございます。潜在意識にアクセスできた証拠です。これはもう、あの、何度も毎、毎日毎日何度もやってみてくださいえ。やればやるほど潜在意識のアクセスが良くなって、えー 自分を変えていき自分の本当の自分パワーあふれる自分っていうのがどん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 前面に出せるようになっていきますのでぜひお試しくださいこのビデオ役に立ったなと思った方はいいねの方よろしくお願いします逆袖は潜在意識のかけ替えによるヒーリングのお手伝いをさせていただいてますのでもしご興味のある方は i インフォーサカソ .ca までご連絡ください それじゃあまた。バイバイ。